ようこそ。これはやばい。これうまいよね。消えた。やればんよ。ピーボーイです。久しぶりに来ました。新大久保。ただいま。元気ですよ。韓国料理業界は。バン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 そこら中に新店、新オープン、どんどん来てます。まあいろんなところね、P-Boyとしても行ってみたいんですけれども、はい、今日はその中で一つ、個人的にめちゃくちゃ気になってるし、韓国人がすごいいっぱい行ってるお店があるんですよ。おー、こっちゃんを。うーい、最高。久しぶりにね。うわー、よかった。韓国ホルモンのこっちゃんを食べに、このお店に行こうと思って。キムチとか言われたらどうしようかなと思った。よかったね。めっちゃ腹減ってるんで今。レッツゴー。今プリクラの機械の前で撮ってます。ということで、新大久保に新しくオープンしたコッチャン屋さん、サゴリヤンコッチャン。サゴリヤンコッチャン。ヤンコッチャンですよ。ヤンだよ。ヤンこっちのヤン。ヤン。すげえよ。ヤンだヤン。ヤン。先輩となんかの胃袋の間の。食べたよね。食べた。よく。そうだよ。韓国でもコッチャンのちょっと上位ランクとしてヤンコッチャンってのがある。めちゃくちゃ韓国人だらけじゃない？周りが。まあ匂いを嗅ぎつけた人たちがどんどん来てます。はい、見ればわかるけどもお通しから。めっちゃいいよね。韓国ドラマで見るよね。とりあえずおでん食います。飲みに特化したお店ってことがわかるよね。ってことでお酒何飲みます？生6個。あ、じゃあ俺も生6個。こっちゃーん。これから準備 OK。 マスター来ました。ようこそ。何から言う？何から言う？俺からやって。俺なんか一個言っていい？はい、ナマスンデ。おー、はいはい。これあれか。マンジョン。マルジョン。あ、違う、全然違う。やだ。ハムじゃなくてトロトロのやつだ。こちらがコッチャン。コッチャン。何これ、超楽しいじゃん。ちょっと恥ずかしい、これ以上超っていうの。これは初です。お前が初かな。やばっ。こちらがシノス。シノス。めっちゃ何だろう。何これ。ギアラーラ。うわ、すごい。これギアラーと。これがギアラーと。ということで、ごし盛りです。やばっ。めっちゃいい。想像と違った。なんか日本のホルモンと出し方がやっぱ違うよね。部位の個人的にはやっぱ韓国ホルモンだからよく食べるもの、マルチョーとかコプチャーとか、やっぱホルモンをガムみたいって思ってる人に絶対食べてほしいんだよ。本当にふわとろでとろけるから、食べてみれば分かる。まずはね、このカツから。カツからなんだね。食べる前に酒飲みたい。ごめん。ビビるよこれ。口の中で鼓動を捨てるの。超新鮮だね。これはなんか味がマジでうまい。そう。ちょっとその癖がありそうなもんじゃん。マジで普通の肉の部位だと思う。肉。肉うま。うわ、ね、肉や。内臓とは思えない感じだね。食感がめっちゃいい。いやー、始まったな。あ、これ多分後で、あ、だから初が最初なんだって貴様は言う。言いがちだよね、そういうこと。言いがち。いやー、続いてマルチョ。一番プリプリのやつ。これはやばい。これうまいよね。
くなっちゃった。プーっていうこのやつだよ、溶けるやつでしょ。マジで溶けるホルモンや、溶けもん、溶けもん。なんか 目が怖いんだけどバキバキにバキバキになってるどうや消えた。マジ早くないこれ、めっちゃすぐトロンって。うめえ。この醤油みたいなソースが絶妙に合う。わかります、わかります。そして飲みたくなる。これがギャラ、ギャラ、ギャラ、ギャラのスイッチだ。うわ、食感が内臓だからありえないんだけど、お玉さんあれっぽい、あのコリコリ感がギャラ。おしゃれ、おしゃれ、おしゃれホルモン、されてるね。一つのプレートで食感が7変化してる。だいたい7変化って言うけどね。まあまあまあ、ちっちゃく、まあ、だって初、ごっちゃん、ギアラ、すでにもう全然違う食べ物食べてるのかってぐらいの振れ幅すごいね、確かに振れ幅こっちの、このね、見た目が特徴的だからね、ビーハウス。この見た目で結構そうザこっち系だなと思った。これ一番酒進んじゃうわ個人的に。ドラえもんで言うと誰？ドラニーニョあーなんか久しぶりだわこうやって店で。いやそれがまた酒と合いすぎて楽しい、ね、わ。そしてこっちゃんわお、すごい濃いね。マルチョとまた違うよね、若干。マルチョは油も主体、こちらは油がついてるけど肉の部分っていうか、うん、が主体。マルチョを一口食べたいけどずっと食べたいのはコッちゃんの。これはみんなそうだと思うし、俺もそうだと思う。だから韓国ではコッちゃんってもう代名詞になるぐらいになってる。なるほどね。これが一番確かにこうだもん。俺もそう思う。イエスマンと飲むのつまんねえわ気をつけて全国のサラリーマン部長も意外と言ってるかもしれない、まあ、強いて言うならちょっと量が少ないから 3、4人だとワンプレートじゃ足りないと思うから、若干コスパ悪いけど、ただ味はめちゃうまい。飲み会向けだな。これはね、撮影とか気にしたくない、本当に。本来だったら。でも、さあ、好きな部位を追加で頼むのはいいよね。もう一回これを頼まなきゃいけないわけじゃなくて。コクちゃんとマルチョはおかわりしました。全然飽きねえな、飽きねえと。これ、ハマってんな、これ。サウナみたいな、気持ちいい。いやー、おっさん感が出てきて。おっさん感出てきましたよ。やばい。はい、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 はい。このために生きてんな。本当だよ。これが生きがいだよな。韓国のおっさんの飲み方を想像でやってください。オッケー。お前。後輩のくせに酒飲めよ、バカ。いそっちゃん、カプちゃん、マリモゴ、マニマニ、はい、あー、超ボスだ。おいしい、あー、おいしい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 。本当にイメージそんなもんだよマジでも、本当にこの感じ強いよ。あ、そうなんだ、その本当に日本よ、絶対な。まあなんか超楽しいんだけど、どうやっぱ店で撮るってさ、飲むのが楽しいよね、普通に。楽しい、楽しい。帰ってきたわ。普通にプライベートでまた来たいとか、ね、なんかさ、いい空間だよね、話せる。コプチャンシティ、コッティ、久しぶりの新大久保がコプチャンでよかったわ。よかった。天才すぎ。でも一つごめん、完全に忘れてました。あ、ホクパ食べるのマジで忘れてた。でも忘れるぐらいなんかすごい楽しくなっちゃって、いつの間にか時間が過ぎて、あ、食べることを忘れるぐらい楽しい時間が作れたから、この店はいいね。ちょっと次回に期待かもね。期待ね。これ持ち越しということで、ぜひ皆さんもたまにはホクちゃんをね、美味しいお店で食べに行くのも
ありやっちゃうか。バイ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 よ。ようこそお越しくださいました、しこゲーム。だるまさんが転んだを1万メートルでやってもらいます。おそうせよ、기름깨입니다。여러분께서는무궁화꽃이피었습니다를1万メートル해주세요。そうそう、花が咲いたみたいな、へえ、名前の同じようなゲームあるんだ。